こんにちは、翔太です。今日もグラクルやっていきます。今日はですね、このラグナロクスペシャルピックアップガチャ、やっていこうかなと思います。で、ダイヤ300個溜まったんで、300個分、引いていきたいなと思います。このなんだっけ、メゲルダ、メゲルダ、メゲルジャ、メゲルジャ。まあニューキャラちょっとゲットしていきたいなと思います。ちょっとね、言いづらい、言いづらいわ。で、最初の10連やっていきます。そう、あーダメだね、これね、これガチャでこのなんちゅうの、吹き飛ばされちゃうともう絶対出ないなっていう感じっすね。 SSR は絶対来ない。ただ2回目10連来るかな。まだ、まだわからん。まだわかんない。来るとわかんねえな。来てほしいな。かな、聞いてー。聞いたー。SSR 確定レインボー。さあさあさあ、ニューキャラちゃん来てくれるかな。めげるだ。メゲルダちゃんね、なんか結構ね、イカれてる子っぽいな。あの反応っていうか、あの子なんていうの、反応、そのキャラの反応出るじゃん。あ、来たじゃん。やべえ、来たよ。いきなり来たよ、メゲルダちゃん。いやー、いいね。俺これこの子ね、結構タイプだね。基本的にちっちゃい、身長ちっちゃい子好きなんだよね。そう、身長低めな子は好きなんでね。ぜひとも、おお、また SSR 来たやん。いいね。調子いい、逆に。あ、調子いいんじゃないですか。いい感じじゃないですか。いや、マーリン欲しいな、次。まあ、マーリンもいいけど。ちなみに僕、マーリンと同じ誕生日なんですけど。なんで、マーリンも好きなんですけど。まあ、誰でもいいんかいっていうところはあるんですけど。まあ、マーリンとね、誕生日同じなんで、ぜひともここでマーリン出しときたい。来ねえなぁ。さあ。イカチおっさんは別にいらない、ね、かわいい子ちゃんよこせや。お、来た SSR。 お、ディアンヌか。まあ持ってるけど、まあいっか。かわいい子ちゃんちゃかわいい子ちゃんやね。まあディアンヌゲットしていく。おー、いいんじゃない。10連3回引いて SSR2 体か、いいっすね。3分の1で来る感じでいいんじゃないですか。3回に2回だと高確率よね。あ、いいんじゃない。これもなんか吹き飛ばしてくれてるから、吹き飛ばしてくれてるっていうか、まあ、持ち上げて来るか。あー、ゴールド昇格は、昇格は、あー、まだわかんねえな、ここ。あーねえか、昇格なしか。3連チャンと行きたいとこだったんすけど、まあそううまくはね、いかないって感じね。くそー、マーリン欲しいな。マーリン、マーリン、マーリン出てきてー。いや、枝か、微妙。うん、ダメだね。枝持ってて吹き飛ばされたらもうね、 SSR ないね。あ、なんか なんかラグいね。ラグいからちょっと熱いのかなと思っちゃうじゃん。パチスロっぽい感じで、パチスロの演出っぽい感じでさ、いや、こうフリーズみたいなあるじゃないですか。フリーズするんすよ、熱い時。あんな感じかなと思ったんですけど、全然熱くねえな、これ。
んだよそれ、昇格もねえじゃん。ダメだね、来てくれねー。さあこれで7回目、ガチャ7回目か、10連7回目いきますと。あーどうどうですかと。まあまだわかんない、まだわかんない。な、流れ星とか来てほしいんだけど、いやー来てくれないな。なんだよ SSR もっと出せよ。8回目かなこれで。あ、なんかラグいな。あ、枝か、枝はな、なんかあんまりいい感じしないね。あーダメだね、ここでね、もうやられちゃってるともう無理だよ。 SSR 来ねえじゃん。いやさすがに次来るっしょ、次は来るでしょう。ねえ、来なさそう。スキップ、もうスキップ、もういい、もう来ない。ラスト、ラストいきます。ラストはね SSR 出して締めくくりたい。あーロストビンとか持っててくればよかったんだけど、もうここもねスキップしちゃうわ。もういいわ SSR。 よし、マイリッチ。おお、この子持ってないわ俺。なんだっけ名前、なんとかヒルデみたいな、なんとかヒルデちゃんでしょ、なんだっけ忘れちゃった名前。まあでもニューキャラのね、メゲルダ、メゲルダちゃん来た。うえ、ニューキャラ2体、メゲルダちゃん、メゲルダちゃんの顔、あーいいじゃん。いいリアクションだねメゲルダちゃん、俺この子好きだな、いいキャラ。しかも回復持ってんだね。あ、ブリューンヒルデ、ブリューンヒルデ、もう言いづらいわ、言いづらいんだよ名前が。まあ可愛いけど、まあ可愛いから許してやるよという感じで、今日はですね、ラグナロクピックアップガチャ引いてみましたという感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう、バイバイ。